岡田翔吾と申します。今は博報堂という広告会社に働いていて、でブランドイノベーションデザイン局ってちょっと難しい名前なんですけど、そういう部署でブランド戦略のコンサルタントとして働いています。そもそもブランドとか、まあ、マーケティングとか、まあ、そういったものを仕事にしてるんですけど、多分なかなか特に高校生の皆さん聞いたことあるけどピンとこないって方が多いと思うんですけど、まあ、簡単に一言で言うと、世の中の人がそれいいなとか欲しいなとか買いたいなとか買ったら幸せになりそうだな、まあ、そういう商品とかサービスを作っていく仕事をしています。あとは私たちが作るんじゃなくて、世の中にすごくいいものを作ってる会社いっぱいあるんですね。でもいいものがいいって伝わってないケースっても結構あるので、いいものが本当にいいんだよっていうふうに伝えるのをお手伝いする、そんな仕事をしています。で少し自分の経歴を話しますと、東京都出身で、高校と大学はICU っていう国際キリスト教大学って三鷹にある高校大学を経て、で2004年に今の会社博報堂に入って、でずっと同じ会社で働いてる、います。最初の半分ぐらいはですね、PR という仕事をやっていて、これは新聞記者さんとかテレビ局さんに、こういういい商品あるよって、まあ、売り込む仕事をやっていました。で、後半ですね、最近のここ7年、8年ぐらいは、売り込むだけじゃなくて、こういう商品を作っていきましょうよって、企業の人と一緒に商品とかサービスを作る、まあ、そういう仕事をしている。そんな感じです。大学の授業でも大事にしたいなと思っていることに近いんですけど、広告のこの仕事って基本的にいいところを見つけて褒める、こういう仕事だと思うんですよね。で、意外と企業の人とか物を作ってる人は自分の良さに気づいてない、こういうことがあるんですよ。実際私たちも例えば大学受験しようとか、どんな習い事しようかなっていう時に、自分のいいところとか自分が強いところって案外わからないじゃないですか。でも意外とそれを私たちみたいなちょっとこう横にいる人たちが見ると、本人は気づいてないけど、ここすごくいいじゃないですかみたいなところが見つかるんですね。もったいないみたいな、そういうのを発見した瞬間がすごく嬉しいですね。さっきの話にも通じるんですけど、広告の仕事は基本的にやる気があるっていうか、もっとこれをいいものだから世の中に広めたいなっていう人が依頼してくるっていうか、一緒にお仕事するケースがあるんですけど、でもやっぱり会社ってすごく大きいので、若い人はすごくやる気があるんだけど、上の人は意外とそうでもなかったみたいな、そういう会社の中にもやっぱりこうやる気がある人とそうでもない人っていうのがこういたりするんですね。で、私が昔冷や汗をかいたケースは、一緒にやってる人はものすごくやる気があったんだけど、いざ社長さんに会ってみたら全然違うことを考えてた。まあ社長さんが悪いわけじゃないんですけども、全く違うことを考えていて、そんなの必要ないんだよとこう言われちゃった時に、ガーンとこうショックを受けたし、私以上にその会社の人がすごいショックを受けたので、やっぱりそういう同じ組織の中にいても、なかなか思ってることっていうのが相手に伝わらないんだな、ってのは結構感じるケースがありますね。2つあって、1つはやっぱり新しい仕事をするときに、自分と一緒になる人だけじゃなくて会社の中にいる人は本当に同じように思っているのだろうかと、まあ、特にこう社長さんみたいな偉い人は本当にこの仕事をやり遂げたいと思っているんだろうかっていうのは、これ始まる前にちゃんと聞かなきゃダメだなというふうに思ったっていうのが一つです。なので、その時はリカバリーできなかったとしても、その後の仕事で私は必ず最初にいろんな人に話を聞くようになりました。二つ目は、とはいえ、社長さんもずっと同じ人がなるわけじゃないし、会社の状況も変わるので、多分考えたことって、今すぐはできないけれども、無駄にならないと思うんです。いつかは花咲く。で、その一緒に私とやってきた人も、いつかは彼のですね、仕事がまた少し偉くなったりとか、部署が変わって実行できる時がよくあるんですよ。面白い企画ができたのに、いろいろ事情があって、できなかったと。でも1年後もう1回これが花咲いたってことがあるので、まあ、そういう意味ではあんまりがっかりしすぎずに、まあ、今回は残念でしたねと、でも次のチャンス見つけましょうよって形で細く長く付き合う、そんな風にしています。さっき自分の魅力は意外と自分で気づかないっていうことを話したんですけど、特に今回そのアントレプレナーシップ学部ということで、例えば新しく事業を立ち上げたいとか、世の中に何かしたいって熱い心を持ってる人がすごい集まると思うんですけども、私は熱い心と冷静な頭っていうこの2つが必要だなと。で、時に熱い心にこう先走ってしまって周りが誰もついてこないとか、あるいは燃え尽きてしまうみたいなことがあるので、実は熱い心だけじゃなくて、同じぐらいあるいはそれ以上にちょっと一歩引いてみる冷静な目、冷静なこう頭みたいなのが結構大事なのかなと。
でそういうものがあると、先ほど私がお話ししたように、実はいいものを持っているのに見過ごしてた、それに気づくことがある。なので学校で学ぶ上でも、社会人としてプロとして活躍する上でも、自分がやりたいことを求めるだけじゃなくて、本当にそれ世の中の人面白いと思ってるんだろうか、みんなやりたいと思ってるんだろうかって、こういう冷静な視点を持つっていう、この2つを持つことがすごい大事だなというふうに思っています。冷静な視点、もうちょっと噛み砕いて言うと、世の中の人は本当に面白いと思ってるかどうかって、世の中の目線が必要だと思うんですけど、でも世の中の目線ってどこにあるのと、どうやって見つけるのっていうことだと思うんですね。答えの一つは、自分自身も一人の世の中の人であるというふうに立ち戻って、自分自身がなんか普通にまず生活すると、ちゃんと朝起きてご飯を食べて仕事をしてと、これ時には特に起業家に多いと思うんですけども、本当に夢中にのめり込みすぎて、もうそのことばっかり365日考えすぎてしまうこともあるんですけども、私は熱中する時間も必要だと思います。一方で普通の人そこまで一個のことに熱中してないですよね。普通に家族との時間、趣味の時間を持つっていう、そういう普通の人の生活を自分もすることが大事なんじゃないかなと思います。でその中で買い物をするときに、あれ、この人は何で買ってるんだろうっていうふうにちょっと目線をですね、横にずらしてみたりとか、自分の家族と会話をしているときに、あれ、なんでうちのお母さんはこういうものを買っちゃったんだろうっていうふうに考えてみるみたいな、自分の日常の身の回りにあることを、あれ、なんでだろうって思うこと、こんなのおかしいよじゃなくて、あれ、なんでだろうって思うことがすごく大事なんじゃないかなというふうに思います。これから高校、大学、そして社会に行くに従って、たくさんの人がですね、周りにいて刺激のある環境に皆さん入ってくると思うんですけども、時として、あ、なんか自分なんかとか、やっぱ自信を失う時ってあると思うんですね。でも私は周りの人に対して足りない面よりも、自分にしかない強みを見てほしいなと思いますし、また私も事業をやっていく上で、いつもですね、私が仕事でやってるように、先ほど広告の仕事はいいところを見つける、仕事だと言いましたが、事業をやりながらも皆さんのダメなところを指摘するんじゃなくて、ダメなところいっぱいあるけど、ここいいよねっていう、そういういいところを指摘する先生でありたいと思うし、皆さん自身も自分には必ずいいことがあるんだと、いいところがない人なんて一人もいないと思いますので、自分には必ずいいところがあるんだというふうに信じて、足りないところもいいところも伸ばしていっていただきたいなというふうに思います。